1953年阿修玄栄寮は日本の音楽舞踊評論家。本名は都信。昭和20年代から40年代にかけてバレエ評論家の第一人者として活躍した。滋賀県大津市に生まれ、1931年、慶応義塾大学文学部フランス文学科卒業。1932年、フランスに留学し、バレエ、シャンソン、演劇を学ぶ。 帰国後、中央公論者に入社。戦後は、雑誌、婦人公論の編集長となる。また、バレエ、シャンソン、演劇の評論家となる。1957年、大谷総一が創設したノンフィクションクラブに参加する。1957年、パリのシャンソンで毎日出版文化賞受賞。1962年にフランス政府から、 芸術文化勲章を受ける。1974年史受報章を受けた。1946年に東京バレエ団の支援者として、白鳥の湖の舞台装置を親戚の藤田愚子に依頼するなど、大きな役割を果たした。昭和40年代、NHK ラジオ第1で、毎週日曜日午後3時4時、午後のシャンソンという番組の MC と解説を担当。渋くて、 味のある語り口が特徴の隠れた人気番組で今なおファンが多い。死後、要書約5400冊、楽譜約5200点、レコード約9300枚をはじめとした収集資料はアシュ原営料コレクションとして国会図書館に収められた。建築家のアシ、原義信は弟、同じく建築家のアシ、原太郎は老い、母方の叔父が、 画家の藤田嗣ぐ同じく母方のおじで嗣ぐの兄、嗣ぐは、陸軍軍人、小玉玄太郎の四女と結婚している。劇作家の幼い香織は、母の重帝。小説家の岡田や千代は、母の十枚。なお、幼い香織の経類からは、岡田三郎介や立松和平、山中聡や山中高志らと、小玉玄太郎の経類からは、木戸光一や鶴重と、 広沢佐根尾宮池田隼人や田中角栄らと縁続きになり、さらには、鳩山一郎、石橋昭次郎、宮沢喜一、小川平吉、鈴木善光、杉本はじめ、岩崎八太郎、大田製造、陳税清高、松山宗安、中曽根康弘、昭和天皇らも足原と縁石関係になる。ありがとうございます。